大勲位随世大獣章は大韓帝国の勲章である。大勲位随世大獣章は1900年4月17日に発布された大韓帝国直令第13号の勲章条例に追加される形で1902年8月12日に制定された。名称は国発に基づくものである。大勲大祈賞を受章した大韓帝国皇帝の血族や武官。 軍艦などの中でも優れた功績を挙げた者に対し、皇帝の特使で授与された。大君位随聖大受賞副賞を着用した、長谷川義道大君位随聖大受賞は、正明と副賞の2種類で構成されている。正明は銀星で直径約7.6センチメートルである。正明の中央部には、中に銀白色の星が3個描かれた赤色の円がある。円の周りは、 この葉で囲まれており、さらに外側には銀白色の十字とスモモの花が配置されている。マサアキに付属している金輪にもスモモの花が配置されている。副章の基本構造はマサアキと大差ないが、副章には金輪は付属せず、その代わりに裏に瓶が付いている。また、マサアキと副章に共通することとして、どちらも裏に随性大君と記されていることが挙げられる。 大訓位随性大受章を廃用する際は、オリジアは紫色、総線黄色の大受を、右肩側から左脇腹側にかけて着用する。その他、腹章は左胸に、逆受は通常礼服時ラペルホールに廃用する。2012年4月24日閲覧。P93AB。2012年4月23日閲覧。 2015年 4, 4, 4月10日月覧2015年4月、e. like、10日月欄。2015年4月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 10日月欄。 2015年4月10日閲覧。2015年4月10日閲覧。2015年4月10日閲覧。2015年4月10日閲覧,覧。ありがとうございます。